よくやってしまう癖って何ですか教えてください。癖。癖私ありますね。何下打ち。あ、やめな。やるわ。あ、やってる。あれやめな。やめた方がいいですよね。ねえ、ご、誤解を招くよ。あ、でも誤、ね、解じゃないのか。そう、私は狙ってやってるんですけど。うわ、出た。 だけどでも狙ってやってる時はまだいいけど仮に狙ってない時に自分が分かってない時に下打ちをするとすごい相手に不快じゃないですか下打ちってあんまりにもね,そうだ,ねだから今のうちにやめることはやめておいた方がいいのかなって思ったりして、うんね、っていうのが最近気をつけようと思った癖ですね、うん、まああえて人を陥れるためにやっている下打ちではあるんだけど、うん、だらいいんでないかい 自分で思ってんだったらいいよもう分かってんだったら今のうちに直すべきだよね、うん、でもねえで浅野さんは私ね特別ねないと思うんだけどなでもあの人と喋ってる時にね、うん、他のこと考えちゃうんだよね待ってよ <laughs> 待ってよそれ <laughs> よくいや「フっていくのよね「<laughs> うんって違う世界になんかあってそうあガスの元さん切ったっけかなとか まあ、本当に関係ない脈々のないことを考える。不意にふっと思うんだよね。だからそれやめたいな。うん、ちょっと待って。それは普通に今こう喋ってる時も、うん、もうすでにあることいや私電気料金払わなきゃいけないで今日あれ持ってきたかなって今一瞬パ、うん、シャって思っちゃう。だからそうすっと思うのよ。へえ<ー>だからそれをやめます。やめるようにちょっと努力しようかな。それね、うん、多分ねボケとツッコミで言うならねボケの要素のある人ですよ。<laughs> ボケの要素のある人って一つの話をしている時に全然脈力のないことを考えられる頭を持っているとボケに発展できるんですってやばい発展しそうだなだけど浅野さんツッコミ系に見えるけどな私うん私、うん、なんかね両方あるみたいで、うん、基本的にはねあのツッコミをするんだけども、うん、あのきちっとしたツッコミがいる時はボケに回る、うん、あ、うん、でも私浅野さんといるとボケに回ろうって気になるんですよねちくしょうあ今下打ちしたあは <laughs> そうね。下打ちはやめようね。やめようね。やめようね。ここでもうやりまくって。うもうちょっこれで終わりにしう。今日はしない。今日はしない。そんなわけで。はい、以上、朝野さんは下打ちをしたよのコーナーでした。